フェイク、マサは打てない。ここは角田警戒している。あーコーナーパットがなかった。これもう入場した時からどうもコーナーパット何かしてると思ってたら外れてましたね。いや緩めてたんですよね。緩めてたんですね、アクシデントではなくて。いや緩めてましたね。しかも松井レフリーに見えないようにやってましたからね。これいつ何するんだろうと思ったら、ちょっと気になってたんですけど、そして角田が決めるか、決めるかー。